こんにちは、レトスの大野です。1月14日の3問に入ります。連帯保証人が債務を承認すると、したる債務者の債務の事項は更新する、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは誤りですね。したる債務者の債務の事項は更新しません。連帯保証人が承認をしたとしても、債務の承認をしたとしても、したる債務者に影響は与えません。これは相対項と呼ばれるもんですね。つまり、したる債務者の事項は更新しません。なので、誤りだということです。で、この問題は本試験でも優しい問題に入るんですね。優しい部類に入ってきます。ただ、理解していない人が、ほとんどなんですね。なので、この点はちゃんと理解しておきましょう。理解しておかないと、本試験になったら大体頭真っ白になって、似たようなポイントと、混乱してくるんですよ。昨日の問題は絶対項だったんですね。で、今日の問題は相対項なんですよ。このようにもうごちゃごちゃになってきちゃいますので、ちゃんと理解をしておくと。で、そうすれば、ボンミスもしないですし、また応用問題とかでも解けるようになってくるんですね。なので、ボンミスしないためにも、また応用問題が解けるようになるためにも、理解をしておきましょう。で、どのように理解するかについては、個別指導で解説させていただきます。今のうちから応用力をつけておけば、今年の合格の確率もぐんと上がります。後で焦らないようにするために、今のうちから試験対策をしておきましょう。個別指導については、この動画の下の概要欄に URL を貼っておきます。ご確認ください。で、問い2ですね。重要事項説明です。建物の貸借の売買において、水道電気及び下水道は、完備、都市ガスは未整備である旨説明したが、その整備の見通しまでは説明しなかった。この場合、売買した宅建業者は宅建業法に違反する丸か×かという問題ですね。答えは丸です。宅建業法違反です。35条書面の、記載事項は苦手な方が非常に多いんですね。でも、理解していけば答えは導けるようになります。で、今回はそれを、体験していただきたいと思います。飲料水、電気、ガスの供給並びに排水のための設備。これの整備の状況っていうのは、ライフラインに関する内容ですよね。これは宅地建物の売買、交換、あと貸借、すべてにおいて重要事項説明書の記載事項となっております。そして、これらの設備が整備されていない場合においては、その整備の見通し及び整備についての特別の負担に関する事項を説明しなければなりません。この点についてちょっと考えてみます。あなたが借りる予定の建物、これにですね、排水設備がついていなかったらどうしますか？排水設備がついていないってことなんで、下水道とかがないということです。そうなってくると、お手洗いとかこれ水流せないんですね。でそうすると、庭に掘って埋めると。それしかないんですよ。こうなってくると困りますよね。だから借りる前に重要事項として説明が必要だということです。で、これは土地を買う場合も同じなんですね。これ知っておかないと、買った後に排水設備の工事費が後でかかってくるって言ったのではこれ困りますよね。だから売買であったとしても貸借であったとしても、すべてにおいてこれは説明しなければいけないんだということです。理由がわかれば答えって導けるんですよね。個別指導ではこんな感じで理解をしながら学習ができるから実力が上がるということです。で、個別指導についてはこの動画の下の概要欄ですね。概要欄に URL 貼っておきますので、ご確認いただければと思います。で、問い3です。都道府県知事は造成宅地防災区域について、擁壁等の設置、または改造その他宅地造成に伴う災害の防止のため必要な措置を講ずることにより、当該区域の指定の自由がなくなったと認めるときは、その指定を解除するものとする、丸か×かという問題です。答えは、丸ですね。造成宅地防災区域について、擁壁などの設置、改造など、災害防止のため必要な措置を講ずることにより、指定の自由がなくなったら、つまり、指定する意味がなくなったってことですね。安全だと判断したのならば、知事は、造成宅地防災区域の指定を解除します。これは、造成宅地防災区域に指定しておく意味がないからです。少し考えたら当然の話ですね。で、個別指導では、宅地造成工事規制区域と造成宅地防災区域、これの違いについても解説しています。この二つについてはイメージできるとすごくわかりやすいんですね。どのような違いがあるかってことですね。なので、こういったところもしっかり頭に入れておきましょう。で、独学でできる理解学習の仕方について動画作成させていただきましたので、
ぜひ、こちらの動画ご確認いただければと思います。ぜひ参考にしてみてください。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。